2月1日金曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田康二の OK! 康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございますアシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です日本放送飯田康二の OK! 康二アップ東京有楽町のスタジオからこの後8時まで生放送です えもう雪はね上がったということなんですけれどもいろいろ影響が出てまして JR 総武本線ですが沿線の竹が倒れた影響で佐倉・鳴門間上下線運転見合わせとなっております。 で、その竹の伐採作業を行っておりまして、運転再開のめど6時半頃という見込みです。えー、降った雪の重みでこの竹が倒れた可能性があるということだそうです。はい、えー、ご利用の方、ご注意ください。まあ、今日はね、あのー、中学受験の、ね、そうですね。試験日、集中日でもあるということで、えー、ちょっとね、これ電車がここで遅れるとなると、えー、いろいろ影響が出ると思いますんで、えー、また、あのー、情報入り次第お伝えしてまいります。はい さあ2月1日、もう2月だよ。ねえあっという間に2月になりましたね。平成最後の1月は終わってしまいましたが、はい、あの今日からいろいろ変わるぞっていってねいろんなところで出てるんですけれども <laughs> あの実は、この日本放送の OKCojisUP、OK、のポッドキャストも少し変わっておりまして。 えあのー、いろいろ、ね、聞き方が変わったりとかしてるんですけれども、えー、ポッドキャストとか YouTube とかね、はいでえー、それでいろいろメールもいただいてるんですよ、えー、こちらあ、ポッドキャスト中止したんですかというカリフォルニアからいただいたメールです<ら>、えー。30日分から配信されなくなったんですけれども、どうなんですか、ポッドキャスト中止になっちゃったんでしょうかと、えー、これ、30日だから、今週の火曜日ですね、そ,すねそれからあ水曜日か。 30日だから水曜日か、はい、それからこちらはお名前ないんですが、今週火曜日からポッドキャストで工事アップ更新されません、どうしてでしょうか。とあの 調べてみたらちょっと仕様を変えたそうなんですよ、えー、1>, 1月の末から2月の頭ということで、ポッドキャストのアプリを更新していただくと、ですね、えー、再び弾けるようになるということなんで、えー、ちょっとそこの方であのー、実はそれだけじゃなくって、ホームページとか、あるいはツイッターにも埋め込んで、ですね、あのー、放送が終わった後すぐにもうホームページ上で直に弾けるようになっていると、はい、まあ今までは YouTube のページ出したりとか、いろいろやらなきゃならなかったんですが、えー、そういうのをですねちょっと手直しをしてますんで、よ よかったらこの日本放送のホームページをもう一回覗いていただいてですねななだったらちょっと設定をし直せば聞けるようになりますではい。はいえー、ぜひ、えー、ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信しております OK 工事アップ改めて2月もよろしくお願いいたします,しますさあ8時まで生放送です水田工事の OK 工事アップ さあ最新ニュースをピックアップ、えー、各地の社会面、えー、今日は、えー、茨城県のお上栖市,市で、えー、行方不明だった。 女子大生ですね、えー、当時18歳の日本薬科大の1年生菊池夏美さんの遺体が見つかったとで身元が確認された、えー、さらに容疑者が逮捕されていると広瀬光一容疑者、35歳であります、まあ、これについてのニュースとそしてその横には千葉県野田市の小学4年生の栗原美也さん実際が自宅で死亡した事件について。まああ 父親のね優一郎容疑者傷害容疑で今のところ逮捕されておりますけれどもこの優一郎容疑者があ市の教育委員会に怒鳴り込んで美弥、えー、さんが親には見せないからという条件でその下で書いたアンケートそのコピーをおーよこせと言って、えー、渡してしまっていたということが大きくう書かれておりますお父さんに暴力を振るわれていて先生どうにかできませんかと。 子供を育っててる立場だとやっぱり親ってのは絶対的にこう強い立場であってまあしつけのためにって言って強い言葉をかけることもあるんですが確かにその時にこうふと瀬戸際のところでですね俺、このままもっと先に行ったらエスカレートしすぎちゃうかもしれないって自分で自分が怖くなる瞬間って確かにあるんですよね。 うんそこを超えるか超えないかというのはものすごく壁はあると思いますしこの雄一郎容疑者というのは、まあ、まだ容疑は傷害容疑ではあるんですけれども本当に許されないと、親父親としてはもう本当に怒りを禁じ得ないところがあるんですが、まあ、市の教育委員会はこう喝されてそれで渡してしまったともう本当に消入れそうな声で、えー、昨日も会見して,、えー、しておりましたけれども。 うん上柳さんもさっき指摘してましたけどね、こういうのをだから1人で対応ってことになると、もうあの力と力のぶつかり合いで、向こうはこう、しゃにむに暴力で来るわけで、なかなか対応しきれないとお、C レベルだと職員の数も足らないし、みんな仕事抱えてるから、やっぱり俺がやんなきゃって、この課長さん、思ったのかもしれないですけども、うんそれを差し引いても、やっぱり私はまずかっただろうと、ね、えこの辺は、あの、 ここの課長だけけを責めてももいけないなとでもあるしで一方でその沖縄からあのリスクが高いぞっていうこの父親ってものが危ないぞっていう情報がえ児童相談所通じて野田市の方には言ってなかったっていうようなこの行政同士の意思疎通とかえいろんな課題をこう浮き彫りにしてる部分がありますんでこれあのーカーッともちろんなるしそういう,こう感情をね泡立たせるようなニュースの一つではあるんですが次にじゃあこの。 貴重な尊い命をどうやって社会全体で救っていくかっていうのは本当なんとか解決策を探していかなきゃいけないよなっていうふうに非常に思いましたね。 さあ,あそして、まあ、一面トップをこうざっと見ていきますとお相変わらず毎日朝日新聞は、えー、毎月勤労統計の不正、えー、調査問題というものをずっと取り上げておりますで、えー、2月1日でいろいろ変わるぞという中でですね読売新聞が日曜 EPA を一面トップに上げていますまあ思い浮かぶのはワインでこれはもうスーパーで買い物なんかしてるとですね あもう EPA 始まったんだっけっていうぐらいに先取りセールみたいのをやってて私もこの間あの。 ワイン3本1000円みたいなすごいすおおと思ってすごいセールがあったんで買ったんですがその中にはスペイン産とかオーストラリア産とかいろんなところが混じっててオーストラリアとはもうすでにね、えー、EPA というか FTA やってますのでもともと安かったんですがまあその辺も混ぜてですねすでにやっているということもありますでこれいろんなところに実は影響があって私あの風が吹けばおケアが儲かるみたいなことがあるんだなと思ったんですけれどもデジタルカメラ 今あのミラ一眼のねデジタルみたいなのもすごいいっぱいあるじゃないですかで画質もよくってで写真だけじゃなくてあれ動画撮れるじゃないでですかで動画をと,とりあえずダーッと回して撮っといてでそれを後から写真に切り出してくるなっていうことをすると結構あのねいい写真ができたりとかするもんなんですが知ってますあれ29分59秒まで撮ると自動で止まっちゃうんですよ。で あのその先っていうのは取れてないってことがあるんですけどこれが何でかっていうのをまあそんなにね長い時間長回しでる人ってそんないないんでみんな気づかないんですが実はですねこれ EU との間で、えー、関税の取り引目があって30分を超えて動画を撮れる デジカメっていうのはデジタルカメラではなくてビデオカメラ扱いになるらしいんですよ EU の中ではねそうすると何が起こるかっていうと関税がかかるとそれも78%かかってしまうとしばしばってことはですね消費税分がさらに上乗せされるみたいなもんでこれは大変だとで、えー、さはさりながらですねじゃあ EU 向けだけあのー 録画時間を短くするやつを作るかっていうとそんなこう面倒くさいことは各メーカーできないということで日本で売られていて日本人が使うデジカメも29分59分ままで,で止るるように設定されてるんだそうですでそれは何でかと EU との関税があるからへえと思ったんですがでこれ日曜 EPA が発行するとですねこの壁が取っ払われると、えー、デジカメもビデオカメラも関税は即時撤廃0%になるということなんでわざわざ29分59分で 止まるるる設定にする意味がなくなくとだからこれから先出てくるデジカメはですね延々と長回しで取れるデジカメが出るぞっていうような本当にニッチな話なんですけどこんなところにまで影響が出てるんだとえ、えー、自由貿易だ何だと言いながらですね EU っちゅうところはこういう関税の無体な書け方をしてきたんだということが改めてわかるもんでございますが、えー、ご意見お待ちしておりますメーール COZI 1242.com コットマクです。 さああなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースについてのご意見お待ちしております今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん取り上げるニュースですがまずは中国が今月下旬米中首脳会談提案かとあの米朝の北朝鮮との間の首脳会談のタイミングまあアジアに来るということもあって そのタイミングでやるんじゃないかというようなことが出てきておりますそれから不正統計問題の続報総理は国会答弁の中で再発防止策を強調しておりますそして inf 条約中距離核戦力削減条約ですがこれについてアメリカとロシアの間で決裂へ向かうのかと執行へというニュースこれ毎日新聞今日の一面ですそして日曜 epa がキーワードさらにいつ 2日に延期されたアメリカトランプ大統領の一般教書演説その中身とはというところも大宮げさんに聞いていきましょう日本放送飯田浩の、OK! コージーアップ続いては働く世代の心と体が軽くなる情報をお伝えするさあ毎週金曜日は医学博士で医療ジャーナリストの森田豊先生にお話を伺ってまいります。 ええー、あの私も花粉症なんですけれども、はい、私あのヒノキの花粉なんで人が終わった頃に遅れてやってくると。るただあの人によってはね杉花粉なんかもうすでにグズグズいってる人が出てきてますね。そうですね。まあ最近困ってる方も多いと思いますので<ー>、今月はですね花粉症についてお話ししたいと思います。はい、ぜひお願いしたい。お願いします。ちなみに新業アナウンサーは花粉症ですか。終わった。 私はですね、まあ、秋田は秋田杉があるので結構花粉は飛ぶんですけれども。うんうんうん ひっ気ですね、割とへっちゃらですね。あまあただ若いうち大丈夫だって言っても、あなるほど。結構年を取ってから急に花粉症が発症したりすることもあるで、ああそうなんですね。知識は持っておいた方がいいですね。ね、はい、日本人にやっぱ花粉症ってこれ多いんですか？うん、そうですね。あのさまざまな統計があるんですけれど、えー、厚生労働省の発表では全国で15.6%の方が花粉症だということなんですね。えー、地域によって差がありまして、はい、北海道や沖縄では非常に少なく、しん さんのご出身の東北はですねうん、うん、平均よりも少ない13.7%<ー>横須賀出身ですよね色これエイリア南関東いわゆる首都圏は23.6%と多いう結果、ね、おーおーやっぱり多いんでさまざまな調査があるんですけれどおそらく日本人全体の3割から4割が花粉症なんじゃないかという報告が多いですよね。 なんかこれそれこそ病は気からんみたいな話で、えー、ズビズビやってるけどこれは風邪であって花粉症じゃないみたいな認めないなんていう人もいますけど <laughs> その通りですね、えー、そこでですね、はい、これからクイズを出しますので<っ>今のところ花粉症になっていないという言い張る診療さんお答えください <laughs>、はい、まず最初は簡単な問題から、はい、目がかゆいという症状が出た場合風邪と花粉症どちらを疑うでしょうか 目がかゆいだったら花粉症ですかね正解です<ー>ちょっと簡単すぎましたから、ね、<laughs> 風邪で目の症状が出ることはまずないということですが<ー>続いての問題ですくしゃみが続けて7、8回出るこれは花粉症と風邪どちらでしょうか でも七八回って結構回数多いですからね。花粉ですかね。正解ですね。アレルギーなんで、こうやって頻回にくしゃみが出るということで、風邪でね。七回も八回も出る人はいないですよ。続けて、大体二三回ぐらいですかね。次は難しいです。よ白い鼻水が出た場合は。はい。 花粉症でしょうかそれとも風邪でしょうかどっちの可能性が高いでしょうか白いのであれば風邪じゃないですかね正解です <laughs> 理由は何かわかりますえ、花粉が混ざっているからとかですか黄色<あ> <laughs> いのが理由は全く間違ってます <laughs> <laughs> あの花粉症の鼻水っていうのは無色透明なんですよ、ねはい、あ花粉症は無色透明そうですで風邪も最初は無色透明の鼻水なんですけど<ー>次第に白血球などの細胞が混ざってきて白くなると<あ><ー>白いのって白血球の死骸ですねあ<で>そうなんですね戦っった後の死骸ってことですかさらに場合によってはですねあのいわゆる青っぱなっていって、はい 黄色い鼻水に変わるとこれも白血球の死骸と言われていますよねあ,あれもそうなんですかその他見分け方ですけども熱がある場合は、えー、花粉症よりはむしろ風邪ですよね<ー>あと同じ時期に症状があるっていうのも花粉症ということですよね毎年2月とか3月ぐらいになるとこういうの出るんだよなとなるとそうです、ね、何の花粉が飛んでるかによっても<ー>まあ時期が異なるということですよね<ー> 今月、はい、一か月かけて、ちょっと。そうですね。いろいろ対処法も、え、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、医学博士で医療ジャーナリスト、森田豊先生にお話を伺っております。え、次回は二週後の今月十五日、引き続き花粉症にまつわるお話を伺います。お聞きの放送は、日本放送飯田浩司の OK コージ司アップ。うん さあ、あ、次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター外交評論家、三宅邦彦さんです。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。ますえー、今日二月一日ということで。はい、まあ、あのー、中学受験のね、日でもあると。そうか。えー、えー。 あのこんなメールもいただいてます千葉三浜区の武弘さん、はい、会社員四十九歳の方え今日から東京神奈川の私立中学入試が始まります<ー>私立、うん、え進学塾に勤務している私たち夫婦上さんは五三家と呼ばれる有名私立中学の校門前で生徒を応援するため始発で出かけましたあ,あそうですか,うか私は担当する生徒の受験校が分散したので特定の学校ではなくて塾の最寄り駅の前に立って全読みを見送ってきますえ受験生とその親御さんそれを支える。 先生方みんなの希望が叶いますようにそれにしても大雪じゃなくてよかった本当ね<ー>でもどうしてこんな寒い時に受験やるのかねいつも。<laughs> 確かにそうですね,ね9月にすれば今度暑い時かあ<ー>あそうかそうかそうか結局そうなるのかまあ結局一年中いい時はない春にっていのは入学だからねそうなりますよね,ね秋も入学ですからね秋にやって、まあ、その後ね3か月ぐらい休むっていうのがあるといいんですけどそうそうまあでもね大変ね受験生っていうか 塾も大変なんだねいや本当こうやってねやっぱ応援しに行くって昔そんなことしてくれなかったですよそんなそんなイメージがありますね勝手に行ってこいっていう感じの勝手に行ってこいでしたよね過保護っていうわけじゃないけどやっぱりね生まれてるのかな子供たちはまあ少子高齢化もあるのかもしれないですよね競争厳しいからねです頑張ってくださいねと言っても今頃じゃあ今頃やってんだ今ちょうど無駄目にされてかもしれないそうかそうか頑張ってください平常心で頑張ってねえとってください 2月1日金曜日時刻は朝7時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です おはようございます。アシスタントの新宮一華です。F.M. 九十三、A.M. 一二四二、東京有楽町の日本放送飯田康次の O.K. 康次アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんです。三宅さんおはようございます。おはようございます。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。中国が今月下旬の米中首脳会談を提案か。 アメリカの新聞ウォール・ストリート・ジャーナルは中国が今月下旬の米中首脳会談の開催を提案していると報じました来月1日を期限とする対米貿易協議の決着に向け今月予定されている米朝首脳会談の後に中国・海南省で開きたい意向だということです、えー、一方トランプさんもツイッターで えー、米中貿易協議順調に進んでいると指摘をしておりましてあ、これじゃやるのかなみたいな流れになってるんです、ね、まあ結論から言うと<い>一時的な妥協をやる可能性は高いけれども一時的な妥協だけども本質的な問題はおそらく先送りになるいうこれが私の結論なんですよねうどういうことかというと、はい、まず今あの関税戦争でね中国経済もしんどいわけですよ、はい、ですからその意味で中国が何とか止めたい、うん、ね、うん、そうするとまあ多少上 してもねまあ、昔みたいに譲歩して簡単にあの降りるトランプさんじゃないんだけれども、はい、そこ考える。 トランプさんの方もですほ、ね、うも、ん、ガチンコでずっとやっていくとだんだん,だん,だんあのマーケット、はい、株価等々も考えるとね、アメリカ経済にももちろん悪影響があるわけですから、はい、まあこの辺である程度成果を出さなきゃいけないし彼はあの2020年を目指してね、もう選挙キャンペーンをこれから始めるわけですから、はい、そういう意味では何らかの成果がなきゃいけない。うんで で習近平さんからすればねトランプの下にいる変なやろうがは、ね、みんなね硬、えー、くて、ね、どうしようもねえとトランプはねなん <laughs> とかなると<ー>あちょういからと思ってるかもしれないんですよ <laughs>、うん、で同じように習近平と話せばなんとかなるとトランプさんも思ってるかもしれない、はいね、この美しき誤解というかね,美し誤解ねこの結果、です、ねまあ何らかの妥協を探ろうとする動きが出てくるだろうし僕がトランプさんだったらこの辺である程度 握って握ったふりをしてそしてマーケットにはあのいい情報いいなんちゃうかなメッセージを送りね、はい、そして中国にもちゃんとあの恩を売りしかしじゃあその本質は何かって中国のあのシステム自体が気に入られるんだからね <laughs>、はい、実は貿易黒字がどうのこうのじゃなくてファーウェイがどうとかいう話じゃなくてですね国家ぐるみの、うん 国家ぐるみの不正不,不公正な動きこれを嫌がっているわけだからこれまだまだ続くわけですよ、はい。ということは私に言わせればまあとりあえず一件落着ではなくてあくままでも一時的な妥協だと思います、はいうん、あの番組の中で宮家さん指摘されてましたけどかなりファーウェイの話がの最初の段階で指摘されてましたが、うん、あの情報機関が取った情報というのを、うん、国の中で政府内で使うんだったらまだしも、うん。うんそう それをこう民間に移いは許さな<う><と>もしくは民間がやることも見て見に振りしもしくはそれを奨励するわけだから、はい、そうしたらそこらから取ってくればどこからでもいいものを取ってくれっつは強くなりますようん、うん、どんな会社だってねだけど、まあ、中国っていう国はね、まあ、いいい誤解をも恐れずに言えばね、はい、やっぱりあの我々のような自由でオープンなマーケットではないんですよ。はい、やっぱりね権力を現金化する 権力を源金パ。パワーをキャッシュする。あ<ー>つまり、私がもしプライベートの中国人でもね。はい。本当に経済で、何かやろうと思ったら、政府との関係絶対必要ですよね。うん,うん。ですから、あの、ファウェイだってみ、関係者のみんな、あれでしょう。ジャックバーナー、そう,でしょう、みんな共産党員ですよ。えー、えー。もしか、共産党に近い人ですよね。えーえー、はい。で、それで、権力が、と近づくことによって、特権が生まり、その特権を。 キャッシュするんです、現金化するんです。これが中国の国家資本主義だから、はい、それに対してアメリカは猛烈に反発しているわけですよ。は違うだろうと。はい。 まあ、アメリカもあこぎのことやるんだけど、ええ、中国はもっとあこぎやと、ええええってまあてやつですよでもこれ結局国家体制と表裏一体なわけですよねそうです,そうで,すですからこれ中国共産党の統治の正当性もしくは中国共産党の指導、はい、これと直結してるから中国は絶対情報できま,せんうん、えー、まずはあ米中首脳会談提案かというニュースでした。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです不正統計問題安倍総理が再発防止策を強調 衆参両院は昨日の本会議で安倍総理大臣の施政方針演説などに対する各党の代表質問を行いました毎月勤労統計の不適切調査問題を検証している厚生労働省の特別監察委員会についての安倍総理の答弁です厚生労働省の特別監察委員会は事務局機能も含めより独立性を高めた形でさらに厳正に調査を進めていただくとと,ともに統計委員会には あるかに専門部会を設置いただき、機関統計に加えて、一般統計についても徹底した検証を行っていただきます、まあ、この特別監察委員会がちゃんと検証すると、なんか上司の、ね、官房長とかそういう人たちが立ち会ったりとか、うん、あるいは職員だけで調査とかがあったから、うん、お手盛りじゃないかみたいな、まあ、お手盛りでしょうね、えー、まあねこれあの、いろんな事情があったと思うんですよ。 統計みんな関心なかったでしょう、なんか急にばーンって来てくるけど、うんはい、なんか今一つ、消せないところがあるんだけど、それは置いといて、えー、不正は不正だからね、はいで、その不正について言わせていただくと、うんあの、この種の問題が出てくると、必ずこういう第三者委員会的なものが作られるわけですよ、はい、それは結構なことだと思うんですよ、で問題はね、あの役人はね、はいあの、原案、報告書の原案をね、書きたがるのよ。 報告書の原案を書くとそうすると内容をコントロールできるじゃないですか。ある程度の方向性つけられちゃいますねまた僕嫌われちゃうんだけど言わせていただくとねアルジェリアで不幸な事件がありましたよねテロでねあの時にねあのあと懇談会があって私座長をやらせてもらったんですよそれでねそうするとね座長になったらすぐにね誰とは言わないけどねお兄ちゃんやってきてね田中さんお忙しいですよね。 お手伝いしましょうかっていうわけですよ。お手伝い。は、何の手伝い。報告書とか長いのは書かなきゃいけないから大変ですよね。お手伝いしますから、いや僕いいですよと。いりませんと。はい。いや、なんつう、いやいや、僕は。要するにね。彼らは原案を作って、内容をコントロールしようとするわけだ。僕はそんなの役人だからよく知ってるから。絶対やらない。私は何て言ったかと、私自分で書きますって言ったの。自分で書きます。これで。何十ページだったか知ったけど、二十ページぐらいのやつですかね。委員が五人いたんだけど。は五人だけで。 その公式の聞き取りとかいろんな会合をやるんだけど、はい、それ終わってからみんなで飲みに行って、えー、そこで本当の会議をやってそれであの内容を取りまとめて私が全部報告書の原案を書いてですよ、はい、でみんなに見せて、えー、1か月か2か月かたって、はい、終わったらできてそれを役人に渡してじゃあこれでいきますからって言ったええー、ってみんなのけぞった<ー>かまあ諦めたんだけどね。えー、要するにに第三者委員会になる ななやるんだったらば、はい、そのくらいやってくださいよとそうしないと役人の,あのペースに乗っちゃうんだからで、ね、その方が僕は役人にとってもいいと思うの。 何でもかんでも今度要するに国会が始まるから1週間で何か結果出さなきゃいけないからということで役人が分厚いね報告書を作ったじゃないですか、はい、かわいそうにーへーへーあんなもの誰もね委員長が作ったと思わないですよねうだからどん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 ボケを掘っちゃったわけで、はい、本当に第三者委員会で独立したということを示したいんだったらば委員長さん 今回ははご自分でお書きなさいとうそうしたら僕は信じますよだけどほあ、うんうん、役人がインタビューしてね、はい、その結果を教えてもらってそれがもう既に紙の中に書いてあって、えー、それを読み上げたんじゃ誰も信じないですよって話、えー、うんこれあの役人の側の立場だと、うん、やっぱりその人選も含めてね。当たり前ですよ。 やっぱそうですよやりやすい人やりやすい人ばっかりじゃだめですよね、本当はね。うん、ですから、うん、そうでない人ももちろんバランスを取って入れなきゃいけないし、うん、まあそうやってきてるとは思うんだけど、はい、まあ役人の習性としてねやっぱり心配だから、うんね、三宅なんかにあったら何言うか分かんないから。はい <laughs> だからね。お手伝いします。よっていうわけですよ。はい<ー>、うん、なるほどで。それはねで忙しい人はそうかもしれないけど、僕その時暇だったからよいようんだから、あの自分でやりますって言ってやったけど、うん、それ以来一度もお声がかからなくなりましたよ。<laughs> そういうものなんですかそういうもんですよ。あ<ー>うんだけど、本当のね。第三者委員会っていうのは自分で。 起案をして原案を作ってそして独立して公正にいい話を聞いて、はい、そしていいものはいい悪いものは悪いとしっかり言わなかったら,<ー>ら国民が有権者が、ね、信じてくれなくなる時代がもう来てるんじゃない役人主導で物事をやる時代はもう無理これってそういう人選とかってなかなか大臣のこ指揮権みたいなもので,っできないもんなんいや大,大臣が最終的に了解すると思いますよ、えー、多くの場合は。 まあでも一個一個見ていくっていうのはいやでも見ていくと思いますよああさすがにここに関してはうん、うん、見てると思いますうん,うんそうでなきゃいけませんそういう意味ではじゃあ、うん、根本大臣のなんというか姿勢みたいなものも問われる部分にな、うん、まあそうでしょうねだけどそれはまあ当然あの組織ですからえー、えー、一番上まで上げなきゃいけないですよねうんただ問題は選んだってその役人に取り込まれちゃったら終わりだから 選ぶだけだとう選ぶ、うん、そうなんですよあ<ー>、うん、で有名な立派な人ほどね忙しいからね、はい、まあ確かにそうですね、うん、だからその別に僕が避難するわけじゃなくてお忙しい方にそれをやるのは難しいんだけども、うん、だからこそその独立性を示すためにもねはい。何らかの抵抗をしないといい意味でそうしないと役人の思う通りに丸め込まれてしまうっていう可能性があるということですえ、うん、では続いて二つ目こちらです 軍拡競争に進んでしまうのか、米ロの協議が決裂、INF 条約が執行確実に。 今朝の東京版毎日新聞はこれが一面トップです INF 条約これは射程500キロから5500キロの地上発射型ミサイルを禁じるもので東西冷戦中の1987年12月アメリカのレーガン大統領と当時のソ連のゴルバチョフ書記長が署名をしましたこの INF 条約危機を迎えておりますロシアとアメリカは1月31日北京で INF 中距離核戦力全廃条約 の継続をを目指ししして協議をしまたしたが物分かれに終わっとということですアメリカはロシアが明日2月2日までに条約違反にあたるミサイルを廃棄しなければ条約離脱を正式に通告する方針を示した模様で実際に通告した場合 INF 条約は6ヶ月後に執行するということです。 まあこの条約は冷戦終結に貢献したなんてことは言われるそうです,うです、ねまあ、1987年,、はい、年30年以上前ですよね30年前って言ったらまだまだ技術的にもね、うん、あの商法的なとは言わないけども。 あれから30年以上経ってね技術も進歩し命中率も上がって中距離ミサイルをまあその廃棄したんだけれども、はい、そうは言ってもいろんな所要があるから需要があるから作るわけよロシアもやってるしそれアメリカも開発はしてるはずです。はい、で問題はね この僕はあのこれがなくなったからといって世の中がひっ切り替えるわけじゃないんだけれども、うん、ですからそこまで僕は心配をしていないんだけれども、問題は、はい、要するによくえこれ何500キロから5500キロ、キロとはい、これって北朝鮮が持っているミサイルと同じ射程でしょ、そうですねこれはこれから増えることはあっても減ることはないのよ。 そして米ロ米ソだけでこれやってもね、はい、もう中国も持ってるわけだし、えーね、インドもパキスタンもみんな持ってるわけですよ、はい、市場配備型のやつは。ということはもうねその80年代の冷戦華やかにし頃の米ソだけで核兵力を、まあ、ある意味で独占していた時代は終わっちゃったし、はい、技術的にもものすごい進歩しちゃったし、はい、やっぱり新しい。 嫌、うん、な言葉ですけどね新しい<っ>その脅威に対処しなきゃいけない時代に来ちゃってることだけは間違いない、うん、でその意味でもう古くなったというつもりはないんです、うん、INF 条約っていうのは、うん、歴史的な使命をある程度終えた部分があるし<ー>かしこれだけ核が拡散してしまった時にね、はい、この中国を入れないでもしくは北朝鮮が入るとは思わないけども、うん、そういう国々も入れないで,入れないでその米ロだけであルール作ったってね、うん、もう意味ない。 意味ないってことはないけども、うんはい、もう独占状態じゃないわけですから、えー、その意味では発想を変えてね、はい、この核の軍,軍縮軍,軍縮をやるんであれば、はい、それはあのより多くの国々を入れた形の新しい、えー、枠組み ないしスキームを作らないとですね、うん、本当はいけない時代に来ているんだろうと思います、だけども、実はそういう状況ではない、はい、一方で技術的にもそれから需要的にもそういうものをどん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 ん開発しせざるをえなくなってるし実際にやってるから、うん、そうすると当然のことながら違反に近いものが出てきてで今更何言ってんるのと、はい、ロシアがそれでやめるわけはねえんだから、うん、まあ残念ながら歴史的な役割を終えていくということなんだろうなと思います。うん あのこれじゃあ、うまいこと進めば、ある意味、発展的解消みたいな感じにうんまあ発展的にはならないですね、ただの解消なんですけども、これから発展させることができるかどうかっていうのは、本当にまあ中国も含めたね、こういう戦力を持っている国々のまあ本当の真面目な議論をしないといけないだろうと思うんですけど、残念ながら、全体の状況としてはあまりいい方向に向かってないですよね、だからこれ、切れちゃうんですけどねうんうん一応その中国は まあ今までずっと言ってきたのは核の先制不使用と、うん、先制攻撃としては使わないということを言ってきた。うん からまあ、こういういの入らなくてもみたいともとは中国の核戦力というのは大したことなかった,ったら悪いけど<は> ICBM も含めてね、はい、今、どん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 ん軍拡してますから、えー、いずれは、まあ、あのアメリカ、ロシアのレベル、えー、先発、に先発って話ではないけれど、うん、おそらく数十発から数百発になってるはずですから、うん、それはあのいずれ肩を並べるもしくはそれに近づく可能性は十分ある。それを考えると今から 勉強してた方がいいんじゃないんですかね我々も彼らはもちろんそうですけれども、はい、そういう時代が必ず来ると思いますはい、はいえー。この時間外交評論家三宅邦彦さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も三宅さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします 続いては教えてニュースキーワードです日欧 EPA 日欧 EPA とは今日2月1日に発行した日本と EU= ヨーロッパ連合による経済連携協定のことですこれにより世界の貿易のおよそ4割を占める巨大な自由貿易圏が誕生したことになります、まあ、具体的にどういったことかといいますと 工業製品からチーズワインといった食品まで大半の貿易品目の関税が撤廃されます例えば毛皮にかかっています最大20%の関税も最終的にゼロになりますので安く輸入できるようになるということです人口を見ても6億人を超えているというそうですね,すごいですねやっぱ広いですねそうで、ん、す、まあ、ね 5年ぐらい前まではねこんなの無理じゃねえかと思ってたんですよ日ヨーロッパの EPA っていうのね。ねこれ歴史的なことをちょっと難しく言うともともとは WTO ができましたそ全世界で同じルールをねみんなで作りましょうとコンセンサスでそれでやってたんですよねところが2000年に入ったから中国入れちゃったわけです中国が全部ありっていうつもりはないけども中国は中国のロジックがあるからそうするとみんなでコンセンサスできなくなる コンセンサスというのは全一、全、うん、一、満場一致がなくなっちゃったんですね。ということはルールができなくなっちゃったわけです、それ困るわけで、はい、そうするとしょうがない、WTO 協定上、やっぱりこういうルールは作っていかなきゃいけない、そうなると EPA しかないんですよ、ですから EPA をどん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 あの中国を除いてね、はい、要するに反対する人を除いてやっていくと、その中で一番大きなのの一つが、日 EU の EPA だったわけ、はい、だけどももともと EU 側は、ですね、まあ、あんまりやその気なかったわけですよ。 1うん、うん、年ぐらい前どうなってんだったら全然もうヨーロッパやる気ねえからって言ってたんです<ー>ところがね、はい、最近ねこれがどっと動いたなぜだかわかりますか<っ>トランプさんのおかげなんですよあなるほど、うん もともとヨーロッパはそんなことやりたくなかったもっとプライオリティな他に優先順位があったんだけど、はい、トランプさんがやってきちゃって、うん、<coughs> アメリカファーストとか言っちゃってね、うん、こで全然自由貿易のことを考えなくなっちゃったらば、これはやばいでと単独邪魔するともうしょうがないと、まあ、要するに大体の関心事はとど,どちらも日本もそうですけど農業なんですよ、はい、ねでこの農業の問題がやっぱりネックになってなかなかできなかったんだけどまあ背に腹は変えられないトランプがいる以上ね、はい、やっぱりこれちゃんと EPA それで自由貿易の,そのてシステムとはちゃんと維持しなきゃいけないっていうこの、まあ、日本とヨーロッパの、うん、なんて思惑がちゃんと一致して、うん、でドドっと動いたこれが2017年ですから、うん、まさ、あ、にトランプさんが<ー>、うん、当選して変なこと言い始めてからなんで、はい、ありがとうございますトランプさんのおかげですと。 よね。うん、からもう一点あの当初にもありますけれどもはい、はい、メール頂い,いてますけど何だっけ富士、ね、金時さんこの、はい、農業のことをね、はいえー、心配されてる国内,、えー、国内の農業を保護していかないと将来不測の事態が起こった時に大きなダメージになることが起こる,るんじゃないですか、えー、ですからこれの先ほど申し上げた通り農業が一番のネックだったわけで、はい、これはね日本を守るところを守って ていると思います。あのまあ米についてはまだ入ってないですよね。はい、それから麦とか乳製品はこうこのいろいろなセーフガードを確保してますから、あ,<ー>あのそんな完全に自由化してるわけではない。 からチーズ系ソフト系のチーズっいうのもあるんだけどこれ、完全割り当てにしているし数量はですねある程度国内と両立するような形にしているといろいろ工夫はしてるわけですそれがヨーロッパとしては嫌だからだからそう言ってきたんだけど実際にはそこはうまく守ったなぜかというとやはりトランプさんがいて EPA を作ることの方が優先だとだとすればある程度、もっと取りたかったけれどもそこはしょうがないなということでうまくこう。く。 それがまあ2年ぐらい前かな、はいね、それでトランプさんがなな来てからですから、ええへへようやく発行したということで、うん、まあこれで、ね、日本が当然のことながらあの自由貿易で一番、非役する国の一つですから、はい、こういう形でやっていく主導権を握っていく、これ、大事だなと私は思ってますえ今日のキーワード、日欧 e p a でした。 さあメール、ツイッターいろいろニュースについてご意見などいただくんですが6時台に児童、えー、虐待についての話をしました野田市で、ねうんえー、10歳の女の子が不幸にして亡くなったというか、えー、これ父親が殺した疑いが強いと今、傷害で逮捕、容疑されてますけれどもズニアさんという方がツイッターで社会福祉士の方が寄せてくれました社会福祉士の立場からコメントすると私は虐待通報をしたことがあります。えー、とにかく虐待が疑われたら 一八九に電話すべき児童相談所が対応してくれますと、これはあの厚生労働省のホームページを見ますと、三、えー、桁の一八九一早くという、えー、児童相談所、全国共通ダイヤルというものがあるそうであります。さあ、あこの後ですが、鈴木杏樹さん登場いってらっしゃい。今週のテーマはおせんべいです。お日の放送は FM 九十三、AM 一二四二、東京有楽町の日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。 私日本放送アナウンサー飯田浩二とアシスタントの新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いしますししますでに準備をされてますねさあ、えー、続いての時間は、はい、ここだけニューススクープアップです今日この時間最後のニュースをスクープアップそっちに来たか <laughs> 今月5日に延期された一般教書演説でトランプ大統領は何を叫ぶ アメリカの大統領がその年の政策課題を示す一般協賞演説当初トランプ大統領の一般協賞演説は先月1月の29日が予定されていましたが政府機関の一部閉鎖などの影響もありましてえ今月5日に延期されることになっております一般協賞演説の延期はスペースシャトルチャレンジャーの爆発事故があった1986年のレーガン政権以来33年ぶりの出来事です果たしてトランプ大統領は何を叫ぶのか 三宅さんに伺っていきますこれ全米に生中継されるんです,そうですね。まあ、毎年ねあの普通だったらですよ、はい、アメリカの政権の今年の課題ねそれをまず取り上げてそしてこうやるんだ、はい、ああするんだと政策をぶち上げて、はい、おーっとこれでこう政策の議論が始まって、うん、それで議会がね しっかりと法律を作るとこれは普通なんだけど全然普通じゃないわけですよこのおっさんはねですから残念ながらああのま去年もそうだったんだけどもトランプさんっていうのはいい意味でも悪い意味でもアドリブでうまく喋るのが飯田さんと同じですようまいわけですよね中身はどうか知らないけどねだからすみませんいや飯田さんのこと言ってないトランプさんだとですから彼の場合はどっちかっていうとあの出来上がったスピーチをですね読み上げるっていうのはあんまり得意じゃないんですよ全然 だからあんまり面白くないんですけどそれをバッマさんのがはるかにうまかったですよなるほど結構読むのは問題はその読み方がうまいか下手かではなくて中身があるかどうかなんですよねただ最近例えばですよこの1か月最近ようやく政府の閉鎖が部分的な閉鎖が終わったけども35日かってい35日間ほとんど空白なわけですよ何やってんねんと思うんだけどもそこで本来であれば議論をしてそしてその内容がですよ スピーチに反映されなきゃいけないんだけど全然そんな感じじゃないよねですからまあそれは当然で来年の一月にはもうニューハンプ社要するに予備選が始まるわけですよお<ー>ね。次の大統領選のね。ののねということはもう一年しかないんだから、はい、おそらく彼は選挙演説やるんですよ 残念ですけどね、うん、まあそれでもい,い仕方がないとは、みんなすべての大統領、選権ずつやってることは事実だけど、はい、おそらく自分が、どうだ、これだけの実績を作ったんだすげえだろうと、全国民に言うんじゃなくて、限られた彼の有権者、支持者。 に対して常に強いメッセージを送るようにするこれがまあ彼のスタイルですから、はい、おそらくダメだと言ってんじゃないんですよ、はい、だけども私としてはあの選挙演説をやるだろうなとまあうすうす感じているて国連に行った時だってやってんだからね<ー>国連のあの人たちがみんな失笑してあのアメリカが国民に対してなんか変なあの選挙演説みたいなことやってた人ですからただもう正法新演説に相当する一般教書 はい、これはもう間違いなく選挙だろうなと残念ですけどね。これそうなると、どちらかというと内政についてがものすごく多くなるますか。それはあの、まあ外交も例年であればね、話すと思いますけれども。はい、まあ、あのどっちみち、その方針を何とかというよりは、私は成果を誇示する形になるだろうと思います。うん、それから、まあ、うん、特に外交については、真んだ万象をやるという。 感じではないです、ね、やっぱ圧倒的に僕は内政の方があの大きいともなぜか分かりますか大統領選挙は外交が一種にならないからです。 あやっぱり選挙で外交が票にならないというのはどか、ねうん、それはもう世界共通ですよ。うん、外交があの選挙に役に立つんだったら僕は選挙出てますよ。出 <laughs> <laughs> ないけど、ないけど新しいけど。だけど、でもなっても私はあのおやる気はないけれども外交っていうのはそんなにあの大きな人々の生活に、ね、直接響くものってのは少ないですからあやはりあのい移民の問題、壁の問題、はい、ああいうもので、えー、彼の支持者に対するこの ちゃんと選挙公約を守ってますよというところをね恐らく強調するだろうなと思いますね。まあそして あのそれに対して、じゃあ、民主党はどうしていくのかっていう、うん、今度はすごいですよ、うん、去年までは我慢してたけどね、はい、今度は下院をちゃんともう多数取ってるわけですから、えー、あの例年、一般教諭があると、必ずそのあとにです、ね、はい、民主党の野党の議員が、その反論をするんですよ、はい、これがまたあの反論もこれ、反論するってのは非常に名誉なことなんだけども、えーえー、それでまあ、手ぐずに引いて待ってると思いますね。で、えー、でもそそのの問題はその後で一般教が終わって、はい で本格的な議議論が始まるででしょ議会で、はい、そしたらもうねこれからはね証言をさせるとかね、はい、から召喚状をやってどんどん人を呼び出してそれで公聴会をバンバン開いて、はい、それでいわゆるロシアゲートと言われるものもしくはトランプさんの私生活もしくは税金の問題等々について根掘、ね、り葉掘りギリ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 撤 定的にこの一年間やりますよ。民主党は。でよく聞かれるんですけど、じゃあ弾劾やるのかいって。弾劾はやらないと思います。弾劾、えーえー、までいかない。弾劾、うん、やろうとしたらね、はい、必ず上院の関、えー、数持ってる民主党、共和党ごめんなさい。共和党が反対しますし、うん、両方共和党が賛成しなかった三分の二必要ですからね。弾劾、はい、を本当に有罪にするためには、えー、ということは。うん 弾劾でできないってことですねそうすると1年もそれギリギリやって弾劾だ弾劾で騒いだ結果ね、はい、結局できませんでした民主党何やってんねんと。んということが起こりうるわけですよ、はい、あのクリントンさんの時も起きましたから<ー>ですからそういうことはしないで弾劾はもうそれこそ特別検察官の方にね任せてそのややこしい話は、はい、とにかく政治の章を。 会員で、うん、あ,らあらゆる委員会を使って公聴会を使って、はい、召喚状を出してそして証言を求めて、うん、そしてその矛盾をついてぎりぎりと、まあ、政府批判をやるトランプ批判をやるとお<ー>これがそらく今年明け暮れるわけですよ。そのキックオフがまあ 一般教書だと思っていただいて極めて今年は政治的な、はい、いつもそうですけれども色彩の強い議論になるだろうなと思いますあでもそうすると政策を議論するっていうんじゃなくてうもうお互いショーをやるって,形そうって法律はできないしでそれで追い詰められれば追い詰められるほどトランプさんはまた何か目くらましやるから<ー>それであの残念ながらあ副作用として、はい、外交で変なことが起こりうる。 例えば北朝鮮でね、党、はい、第2回目のお首脳会談やると、<ー>それはいいんだけど、やるのは、うん、中身あるのと、それで下手に大その、朝鮮戦争が終結だとか、なんとか言い出したらね、はい、じゃあもう、 韓国在韓米軍撤退するのとかそういう話になって大騒ぎになるわけでしょ、うん、トランプさん、そこまで分かってやってるとは私は思えないので、うん、残念ですけどもいたしかゆしなんだけど外交はイシューじゃないんだけども、はい、内政の追い詰められた状況があれば副作用として外交に悪影響が及ぶ可能性もあると、うん、いう意味では私は今年は懸念すべき年だと思ってます。はい えー、一般教書演説そしてその先日本への影響はというところをお話しいただきました、えー、このコーナー含めましてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります番組ホームページご覧くださいここで来週の飯田浩次の OK 工事アップからお知らせです来週は平成30年間のニュースを振り返る激動の平成にスカープアップ第3弾をお送りいたします。 今回は今注目の知事の皆さん毎日登場です知事が選ぶ平成最大のニュースは何なのかそこにはどんなエピソードが隠されているんでしょうかそれではコージーアップがレーダー照射した知事のラインナップです四ヶ月曜黒岩雄二神奈川県知事五<え>日火曜森田健作千葉県知事六日水曜上田清埼玉県知事 7日木曜、小池百合子東京都知事そしてラスト8日金曜は6月に G202025 年には万博で盛り上がります大阪府松井一郎府知事にロックオン。 続いては豪華コメンテータータの方々です4ヶ月曜、ジャーナリスト、須田真一郎さん、5日火曜、ジャーナリスト、有本香里さん、6日水曜、久々登場、参議院議員、青山茂春さん、7日木曜、ジャーナリスト、鈴木哲夫さん、そして8日金曜日は外交ジャーナリストの手島隆一さん、豪華コメンテーターが毎日、低空威嚇飛行します。<laughs> <laughs> <laughs> えー、そして気になるプレゼントですが今回は私が気合いも本当に入ってるんですよ<ノ>バレンタイン間近ということで年間50万個を売り上げる人気の健康志向チョコレート、うん、ドクターズチョコレートに私から愛のメッセージを添えて毎日5人の方にプレゼントしますあなたのハートにロックオン動画も公開しちゃいますよ メールファックスおはがきをいただいた方の中から抽選でえ全員の中から抽選いたしますもちろん女性にも当たります、はい、来週2月4日からの OK コージーアップどうぞお聞きの足なくお送りしてまいりました OK コージーアップお別れの時間が近づいてまいりました まずはプレゼントご当選の方発表ですはい OK コージーアップオリジナルのネックストラップ三人の方にプレゼントです横浜市神奈川区の島のりさん茨城県上須市の美濃和雅俊さん柏市の海老原敏子さんご当選です,おめで,すおめでとうございますおめでとうございますさあ,あ来週う月曜日ですけれども OK コージーアップは激動の平成にスクープアップ第三弾ということで <laughs>、えー、各う都,都府県の知事にお話を伺うという 1> 1週間。六、えー、時台には黒岩雄二神奈川県知事にお話を伺っております平成最大のニュースについてコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さんです、はい、ぜひお聞きください、えー、今朝は外交評論家宮家邦彦さんとお送りしてまいりました皆さんありがとうございましたありがとうございました なんだかその政策が議論されない議会中いう意味ではアメリカの日本も同じようになっちゃうんじゃないかなと思うとイギリスみたいになんだか政策やってんだなかかんとかわからなくなってそれで行けっつってやって EU とやったらだめて言われて、はい、そしたらどうしようっつってまた行けってあんなことやってていいのかねと議会制民主主義っていうのがある意味で。

うんどうでもいい話じゃなくてね、えー、本質を議論していただきたいと私は本当に思うんだけど、えー、なかなかねなかなかね選挙勝たなきゃいけないからねそこがあるんですよね、うん、政治家も大変なんだと思いますよだから有権者はしっかりってことになるわけですねそういうことですありがとうございましたありがとうございました。